タギシュレイク隕石、タギシュレイク隕石、タギシュレイク隕石、タギシュレイクメテオリットは、2000年1月18日16時43分、アトックに、カナダユ有根ン,ン州からブリティッシュコロンビア州にまたがる、タギコ、タギシュレイク付近に落下した隕石である。タギシュレイク隕石の破片は、上空50から 30km で放出エネルギーが1 7キロトンとも推定される。 流星爆発を起こし、地表へ落下した。ユーコン巡州南部、ブリティッシュコロンビア州北部で火球が目撃され、その後500近いの隕石の破片が氷結した湖面から回収された。落下範囲には、さらに多くの破片があったと考えられている。この火球の後に残った流星痕や、アメリカ合衆国国防総省の人工衛星のデータから隕石の軌道が割り出された。 高高度での火球の爆発は人工衛星の光膜、赤外線センサーだけでなく地震計も作動させた。落下地点周辺の火球目撃者の中には火球の発生後、空気に硫黄の匂いが混じっていたと証言する者もいた。速報ではミサイルの誤爆であるとする情報も流れた。2013年のチェリアビンスク隕石でも見られたような 流星痕のゴミの雲が二つに分かれた様子が、タギシュレイクの下級でも撮影された。これは、キノコ雲で可視化されるような上昇気流が、流星の軌道の真ん中へ急速に入り込んだためと考えられる。最初の隕石片は、落下から一週間後の2000年に1月下旬、地元住民のジムブルックによって回収された。最善の方法で回収された隕石片は、 冷凍された状態のまま研究機関へ持ち込まれた。その汚染の少ない隕石片の初期の分析には、ナサ・ジョンソン宇宙センターの研究者も加わった。残りの破片は、2000年4月まで積雪に覆われた状態が続き、雪解けを待って、カルガリー大学、ウェスタン・オンタリオ大学の研究者が捜索に努め、410の破片を回収した。5から回収された。 隕石片の大部分は数センチメートルから深いものでは20センチメートル程度氷に馬、折り、誘拐した水たまりから、あるいは湖面の氷を切り出して回収された。汚染の少ない無垢の多義レ霊区隕石片は全部で重さ8 5 0ム以上になり、現在は王立オンタリオ博物館とアルバータ大学に保管されている。 2000年の4月から5月にかけて回収された状態がやや劣化した隕石片は主にカルガリー大学、ウェスタン・オンタリオ大学に収蔵されている。回収された最大の破片の重さはおよそ2 3キログラムであった。タギシュレイク隕石は大気圏に突入する前直径4メートル、重さ56トンであったと推定される。しかし、 上層大気中での気化と何度かの分裂で、重さは1.3トンまで減少。つまり、全体の97%は気化し、大部分は成層圏のゴミとなって、エドモントン北西部では落下した日の晩に、夜行雲として目撃された。残った隕石片の総重量1.3トンのうち、10kg、程度を、およそ1%が、地表の1 6トル5キロメートルに広がった。 領域で発見され、回収された。タギシュレイク隕石の隕石片は、暗灰色から黒に近い色で、明るい色の小さな岩有物を含んでいる。灰色の誘拐した、表層以外は、成形木炭のような見た目をしている。タギシュレイク隕石は、炭素質コンドライトに分類され、岩石学的タイプは2とされるが、科学的グループは既存の分類に当てはまらず、未分類。 C2 と評価されている。分析によって、タギシュレイク隕石は、主源的な隕石であり、太陽系を形成する材料となった、生肝人の粒子の一部は、そのままの状態で含まれていることが分かった。タギシュレイク隕石はいくつかの点で、最も主源的と分類される2種類の炭素質、コンドライト、CM コンドライトと CI コンドライトに似ているが、どちらとも、 決定的に異なる点がある。多義種類隕石の密度は約1 6 g センチメートルで他のどの種類のコンドライトよりも密度が低い。隠れ岩眼状の組織が見られ、計算使用主体とする石器を中心に構成されている。石器には炭酸塩鉱物が少ない岩石と炭酸塩鉱物を豊富に含む岩石二通りの性質が異なる岩石が 存在している。また、液体の水との反応などで鉱物が変化する水質編成によって、さらに多様な特徴の岩石が含まれることが示唆される。隕石の年齢は約45.6億年と推定され、太陽系が形成された後、他の天体と合体せずに残った物質からできていると考えられる。タギシュレイク隕石の炭素含有量は、 他の炭素質コンドライトと比べても多く、揮発性、難揮発性元素の存在量の傾向は CI コンドライトとも CM コンドライトとも異なる。タギシュレイク隕石はアミノ酸をはじめとする有機物を豊富に含んでいる。隕石中の有機物はアミノ酸に含まれる炭素の同位体比の測定から生命活動によってではなく生漢物質や 太陽系原子惑星系円盤で生成されたと考えられる。また、隕石の破片によって、アミノ酸の含有量にばらつきがあることから、隕石の母天体中に存在する液体の水の量によって、アミノ酸の生成量も変化することが示唆される。タギシュレイク隕石中の炭素の一部は、ナノダイヤモンドと呼ばれる太陽系の形成以前に生成されたと考えられる。 直径数マイクロメートル以下の微小なダイヤモンドの結晶である。タギシュレイク隕石は他のどの隕石よりもナノダイヤモンドを多く含んでいる。隕石が大気圏に突入した際の火球の目撃情報と30分は見えていたという流星根の軌跡の写真から地球到達前の隕石の軌道が計算された。火球を直接撮影した写真はなかったが、 発生数分後に撮影された2枚の写真を照らし合わせ、火球の振動を再現し、侵入角度を求めた。ユーコン巡州ホワイトホース周辺の目撃情報から、地図上の方角が正確に絞り込まれた。タギシュレイク隕石は、アポロ群小惑星と似たような軌道をとっており、小惑星体外縁部からもたらされたものと分かった。隕石の軌道要素は、軌道長半径が 1.9au。 近日点距離が 0.884AU、離心率が0.55と求められている。2箇所以上の異なる方角から、下級の写真や動画が撮影され、突入前の軌道が正確に求まっている隕石は、25個しかない、2016年末現在。反射スペクトルの分析から、タギシュレーク隕石は、D 型小惑星が起源と考えられる。母天体の候補としては、ポリクソ。 いいミントラウトが挙げられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。